どうですか、みずきちゃん。みずきちゃんのビジュアル、ビジュアルというかどうですか。いやそう、ビジュアル撮影してきた。怖いよね、怒る。楽しみになりました。ね、めちゃめちゃ楽しみ。初めてつけ毛をした。でね、両サイド白いつけ毛をするんですよ、初めて。めっちゃ美味しいアイス。うん、グステっていう感じじゃない。本当にただただつけ毛でした。やばい。覚えした。こんばんは。早い、食べ終わっちゃった。シマウマのやつ、そう、シマウマのやつ。大丈夫、美味しかった。うん、眠たい、眠たいです。いや、先日新しい財布の話を聞いて、オイラも財布を買いました。3月21日に使い始めます。おー、いいじゃん、いいじゃないですか。よいしょ。前が買ったシマウマとかとかけ離れてるものが入ってて笑った。嘘、マジ。そう、なんかね、ビジュアル撮影今日してきたんだけどさ、なんかもっとね、こうゆっくりゆっくり、なんかこう時間かけてメイクして写真撮影してとかするんですよ。でもなんか私その次の時間帯の入りが決まってたから、もうほんと、もう超超急いでメイクして着替えて写真パパって撮ってみたいな感じで、なんかやらせていただいたんですけど、なんかもうちょっと半分申し訳なさもありました。ごめんなさいって。そう、だるまありがとうございます。こんばんは。
運動さん忙しいから忙しくない忙しくない今日だけ今日だけそうだから今日は新作のあのやつ飲みましたあのやつで分からん新作飲みましたスタバそうホットの方飲んで私アーモンドミルクあんまり好きじゃないから好きじゃないっていうか飲んだことないんだけどだそれで美味しくなかったらやだなって思ったから普通の無脂肪ミルクに変えて飲んだ美味しかったこんばんはでもあの冷たい方のやつ飲みたい今日寒いからさフラペチーノ飲む気になれないんだよね飲みたいけどなんでアーモンドになってるんやろうかわかる普通に牛乳の方が絶対美味しいよねアーモンドミルクを飲んだことないからわかんないんだけどさそうこんばんは福袋有効活用してますね私でもまだ福袋のチケット使ってないんですよそう福袋は使ってなくて今あれってさなんかさ600円以上だかな700円以上ぐらいじゃないともったいない気がして使ってない私だいたい500円ぐらいのやつだから飲むのってそう使ってないんですよなんかちょっともったいないじゃんそのね使うのだったらフラペチーノで使いたいいちご出ないかないちごそしたらそれで使いたいんだけどねいちご出ないかな今日はいちごが安かったんですよ300いくらもうさなんか5、600円したのって思って絶対買いたくないと思ってそうまだ安い方なったので買いましたねえいちごねシーズンになってるから出てほしいんですけど使わないうちに期限切れにならないほんとそれな GoTo イートのチケット使い切れてなくて根岸で頑張って消化してますいいじゃんいちごは春とかじゃない、ね、春かな旬がだって12月から2月だか3月だかじゃなかったっけいちごの旬ってだからさそう練乳も買ってきたので食べる時が楽しみです今日いちご食べたっていいじゃんマックは行っていますかマック今日ビジュアル撮影の後行こうかなって思ったらめちゃめちゃ混んでてやーめたって思ってスタバに行ったそう同じ事務所の黒木さんとお話ししたことありますかないですまだお会いしたことないですいちご食べたいタンコありがとうございますそう晩ご飯はお弁当を食べましたちょっとお仕事だったのでそのお弁当を食べましたわかるマック値上がりしたからねって感じこんばんは今日ちょっと眠いから21時までにしようかなずっとさ斜め掛けのバッグをさこうしょってたからさもう痛くってそう髪くるん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 いちごは毎年5月くらいだってもうじゃあ5月ぐらいですね楽しみだ
期限大丈夫かな。セットで頼んだらそんなに変わらなかったよね。いやいや変わりますよ、値上がりは値上がりですから。値上がりは値上がりですから。ねえ、もう最近さ、曜日感覚とかさ、日にちの感覚がなくて、本当になくて、あー今日何日かみたいな感じなんですよね。全然なんか最近っていうか、もうここずっと今日何日みたいな、今日何曜日っていう。なんかさ、学生の時はさ、やっぱり学校通ってたから今日月曜日とかさ、今日火曜日とかさ、なるけど、もう関係ないやん、もう分かんない。はい、疲れが来てる。ありがとうございます。1月もだってもう半分過ぎましたからね。早すぎない？早すぎません？あっという間に2月に来ちゃうね。見てるアニメの放送日とか、わかる、本当にわからん。1年前は生誕祭だったようです。確かに確かに、昨日がね生誕祭でしたよね。懐かしい。早く寝ないよ、だってありがとうございます。確かに雪すごかったね去年ね。あれからもう1年、本当だよ。ちかなちゃんとお話ししたかったようだって。これは私のツイッターを見てないってことですね。それほど私のこと好きじゃなかったんですか。私のツイッター見てないんだね。見てください、そして察してください。ハートありがとうございます。スピーチでギャン泣きしました。あら、お支払い期間ですし、あ、そうなんだ。1月と3月のお話し会が当たってた気がするって。そのから別に話す機会がないわけじゃないから、話したかったよじゃないんだよ。話す機会はいっぱいあるから安心して。だから悲しがることないよマジで。本当に楽しみにしててください。もうさ、3月12日さ、もともとオンラインの日だ、オンラインだからの日だったんだね。もう私もう本当に忘れてて。そう、もうさ、だいぶ前から来ましたから、だいぶ前ではないのか、まあ、だから2月か3月ってなってて、4月はなかったんですよ。だからなんかこう2月でも予定っていうか、その何、いろいろ決めた時あったじゃないですか。企画、タワー立ってる、なんで、怖い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 、何タワー、そうそうそう、なんか企画決めた時にはもう決まってて、
だからそうだからそんなにうまーくみんな別れってそううまーくそうやっててそうそうなんですそうなんですよ。だからなんか卒業発表するとさ絶対完売になるじゃないですか。だからこう何毎回こう来てくださってる方とか、うん、行くって決めてる方には伝われって思って伝われって思ってずっとそういう風に思ってて、だからさもうそれ以降の予定を私は把握してなかったから、3月12日堂々オンラインみたいなコメントあって、あそうだったんだみたいな、もう堂々オンラインの日だから予定空いてるよみたいな、あそうだったんだってそこで知るっていう3月12日18時以降ですね、開けといたらいいことがあります。ちゃんとした情報解禁は卒業後ですはい、他の人撮ってる人は空いてないかも。まあね、確かにオフライン買い増ししようと思しようとしたら申し込みされてなくて逆に笑う。どういうことどういうこと。まあ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 、いや本当にみんなと話す機会はねありますから、卒業後に発表だと期間が短いので似合わせあざます。そうだから今発表することはちょっと、うん、あんまり良くないかなっていうので似合わせ卒業したらプレゼントはもう送れない。全然今全然送れます。事務所に所属させていただいてるんですよ。ミッドマネージメントっていう事務所に所属させていただいているので、そちらに送っていただけたら全然今でも卒業後でも全然大丈夫です。私は芸能界引退しないので、はい、安心してくださいませ。こんばんは。似合わせ助かるだってプンプンと誕生日プレゼント送りますだって、いいのにありがとう。お手紙が嬉しいな。ハートありがとうございます。劇場もしばらく大丈夫。そう劇場も大丈夫なんだけど、その期間が過ぎちゃったら送ってもあれだからっていう感じで、もなんだろう、劇場だと私が劇場行かない限り受け取れなくて、行っても受け取れるかわからないんですよ。そう系図が終わってまとまってたら受け取れるんだけど、行っても系図が終わってなくてまとまってなかったらちょっと受け取れないんですよね。そうだからそれがちょっと心配な方は事務所の方がいいかもしれない。めちゃめちゃ早いです。頻繁に郵送されてきますこちら届きましたってまず LINE できて、そうそれでちょっとたまったら送ってもらってるんですけど、
頻繁に来る。そう、マネージャーさんから手渡しとかはない。今んところないですかね。全部郵送にしていただいてますね。郵送です。はい、こんばんは。はい、すごいタワーが なぜ送れないプレゼントはありますか。なんかさ、それもさ、なんかどっかまとめて、なんか、あ、こっちだ。なんかさ、やっといた方がいいですか。みんなわかんないかな。そう、あの事務所のねホームページ見ていただけたら一番嬉しいんですけど、やっぱ聞いちゃうよね。聞いた方が手っ取りば早いってなっちゃうよね。どうしよっか。その事務所のところにね書いてあるんですけど、なんかどっかにやっといた方がいいかね。ハートありがとうございます。事務所の住所を確認するときに見るんじゃない。あ、確かにね、確かに。なんか来たけど、どういうこと。なんか家族ラインが。あー、ホームページやるかな。事務所の住所変更なってないのかな。まずね、公式ホームページ、ミッドの公式ホームページ開いていただくとあるのが、タッチしていただいて一番下行くと、お手紙プレゼントは随時お受けいたしておりますが、飲食物全般、食料、植物全般、金品、高価なものなどはお受け取りできませんのでお控えくださいって書いてあって、これなんかどっか貼っとく。もしね、分かんなかったらね、調べていただけたら一番いいかなーなんて思ったりするので、ちょっと待ってね。そっか、事務所の住所が変わってるんですよね。それが多分ホームページ変わってないかもしれない。ちょっと待って、ね、引っ越しってやれば出てくるかな。私のツイッター私のツイッターの事務所って、ツイッターで事務所って調べると、私のツイッターでね、事務所って調べると12月23日に事務所がお引越しすることになりましたってやつにあります。卒業したらツイッターのプロフィールにリンク載せる、もう載せる。今載せた方がいいかな。でも今ツイッターなんだよ、ね、ツイッターじゃなくてインスタにやってるんですよね。住所記載されてた、あ、本当？記載されてました。でもね、違うんだよこれ、恵比寿の方でしょ、これ違うんだよ、変わってるんですよ。そうだから、調べていただけたら一番嬉しいかも。
はい、1年くらいは転送されたりしない？いや、するとは思うよ、するとは思うけど、はい、恵比寿じゃなくって新しい事務所が引っ越しして東京都、なんだこれ、何区これ、港区か、港区南青山4-18-11フォレストヒルズイーストウィング2階ですなのでちょっとそういうね、お手紙プレゼントを事務所に送りたいっていう思ってくださってる方は、公式ミットの公式を見ていただいて、ミットマネジメントの公式を見ていただいて、そこに何が受け取れて何が受け取れないっていうのもあるので、それを確認していただいて、送っていただけたら一番嬉しいかなと思います。はい、はい、で事務所を引っ越ししてるので、正しい事務所は、事務所の住所は私のツイッターを見ていただけたら出てきます。はい、ちょっとね、めんどくさいかもしれないんですけど、もし心に余裕があれば、はい、ご確認していただけたら嬉しいと思います。はい、そんな感じでちょっと配信終わります。眠たいのでちょっと終わります。ありがとう、ごめん、なんか業務的な話になっちゃったねごめんね。はい、ということで、はい、ちょっと目がピクピクしてる、疲れちゃってるんですね、目が。はい、ということで壇上読んで終わります。13位グッピーさん、13位グッピーさん、12位マサミーさん、12位マサミーさん、11位ペンギンさん、11位ペンギンさん、10位佐藤塚さん、10位佐藤塚さん、9位タッチーさん、9位タッチーさん、8位リナオさん、8位リナオさん、7位パンダの帝王さん、7位パンダの帝王さん、6位鈴木秀和さん、6位鈴木秀和さん、5位りょうさん、5位りょうさん、4位ノアさん、4位ノアさん、3位ハブトゥーセーブさん、3位ハブトゥーセーブさん、2位しそさん、2位しそさん、1位あおいさん、1位あおいさん、ありがとうございます。はい、ということでね、ちょっとなんか皆さんからの、結構卒業発表してから結構質問みたいな、今後何するのみたいなあるので、それはちょっとまとめてツイッターに流します。でなんか事務所がお引越ししたこととか、事務所では何が受け取れるみたいなことも全部そこに書くので、もしよかったら保存してくださいはい、ということで、はい、ではでは終わりますありがとうございました。また会えます、ショールーム。まだね、バイバーイ。